報道陣の対応を終えたオリックス中島監督は去り際、自ら自嘲気味に昨日のチームと今日のチームは違うチームみたいやねとこぼした。延長10回に勝ち越して勝利した前夜の勢いを持ち込めず、投打に完敗の内容だった。自己最短の3回79球、6安打3失点で降板した先発の山下については、ゾゾマリンでの登板が、 初めてでしょうし、難しいところがあるのかなと思いました。それでもゾーン内に落とすことが全くできなくなったので。まあ、難しいでしょうねと渋い表情。後を受けた9エンジンを含めて旧四死,死球を与え、攻撃にリズムを作り出すことができず、指揮官はそのまんまですね。数字のまんまですと残念だった。